千葉タスクだねは、室町時代中期から、戦国時代初期にかけての武将。千葉市の第21代当主。千葉大経図によれば、第19代当主、千葉安種の諸子で初めは、諸領のあった印馬軍院東の省岩橋村より、岩橋氏を名乗ったとされる。ところが、戦学修章によれば、千葉市の所流である、馬場だね猪子で、第13代当主千葉し根の彦にあたるとされている。 ババシは、シダネの子、ババシュタ種に始まるインバグンババ村を拠点とした一族で、タスク種の所領である岩橋も、ババシの拠点の一つであったという。タスク種の時代の千葉市周辺の状況について、詳細な資料が存在しないため、タスク種の実像については、様々な説がある。父の子種は、教徳の乱で、関東が混乱する中、1455年。 当時の千葉市の政党である千葉種自家府市を殺害し、自ら千葉市党主を戦勝したが、幕府に追悼される立場となる。1457年、父の甲種と兄の千葉種持ちが戦死したため、タスク種がその後を継いで当主となる。ところが、同年、東上演の攻撃を受けて居城をから追われ、桜に逃れ、そこを拠点とした。1471年、 上杉秋貞に追われた小学坊を、足利重氏を庇護し、翌年には重氏を古川に帰還させた。1478年、長尾影春の乱が勃発すると、この千葉高種を派遣して、上杉氏に反抗する影春を助けた。1492年に死去し、後を、この甲種が継いだ。それ以前の居城については定かではないが、 京徳の乱に常時千葉市総家を攻め滅ぼした原種房が、東ずまに追われ蓄転した後、文明年間に本社総城を築城したと伝えられている。この高種の第二、重真団の後押しを受けて千葉市投手を自称して、以降、タスク種の系統が、下唄千葉市の投手となるが、タスク種自身は岩橋生のままであった。ありがとうございます。